光の腕輪は光の腕輪も今は海底神殿にあるようです。それはよかった。一族の力も光の腕輪も同じ場所で得られるということですね。そうと分かれば早速出発しましょう。あんまりゆっくりしてられる状況じゃないみたいだし。ええ、そうね。こうしている間にも世界樹が弱っている。闇竜の封印も弱まっているのよ。光の女神をありがとうございます。約束します。試練に打ち勝って必ず世界を守ると。信じましょう、光の子よ。さあお行きなさい。私はいつでもあなたを見守っています。まずい。このままでは光の塔が。考えろ、完璧な作戦を。残念だけどもう手遅れよ。今すぐ離脱するわ。この先が海底神殿のようですね。あそこへ行って試練を受ければ一族の力ってやつがもらえるのよね。しっ、誰かおるようじゃぞ。ん、もしかすると敵かもしれない。ここは慎重に進みましょう。今から俺が完璧な侵入作戦を。その必要はないわ。姫様。おい、マーニャ、マーニャでしょ。アリーナ、あらクリフトまで。あんたたちどうしてここに。それはこっちのセリフですよ。マーニャさんがなぜこんなところで踊っているんです。それが私もよくわかんないの。どうやって来たのか全然思い出せないんだけど、いつの間にかここにいたのよ。で、誰も来ないし帰り道もわかんないでしょ。だから暇つぶしに踊りながら神頼みしてたってわけよ。ハンサムで大金持ちで世界を作っちゃうような勇者様が私を迎えようにね。嘘、もしかして勇者様。これだけは言っておこう。俺は金持ちじゃない、うん、ハンサムってことは否定しないのね。この方はこれから試練を受けて世界を救うための特別な力を授かるんです。正真正銘の勇者様ですよ。どうしようかな。けどこのままここで踊ってるのも退屈でしょ。私たちと一緒に行きましょうよ。マーニャがいれば百人力だもの。姫様のおっしゃる通りです。マーニャさんほどの魔法の使い手ならば必ずや皆さんの助けとなりましょう。でもね、
勇者様のそばにおられるのはなんとこの世界の国王様です。マーニャさんが勇者様を助け、あれで世界が救われれば、おそらく大変なご褒美をくださるのではないでしょうか。ん、わしは勇者ではないぞ。ハンサムなただの王様じゃ。やっぱりこれって運命的なコネ、あ、じゃなくて出会いだと思うの。もちろん協力させてもらうわ。おさ、行くわよ勇者様。とっとと試練を片付けて世界を救っちゃいましょう。ここで待つとしよう。この部屋に入れるのは光の一族だけのようじゃ。待ちかねたぞ光の子よ。さもなくばここがそなたの墓場となろう。ずいぶんと荒っぽい試練だな。だが完璧に乗り越えてみせる。あいつを取り戻す力を得るために。光の子よ、その力と覚悟、確かに見届けた。認めよう。そなたが一族の力を受け継ぐべきものであると。それは、真なる光の力。どのような深き闇も明るく照らし消し去ることができよう。真なる光の力。これであいつを救える。ここが試練だな。光の一族の聖域か。なるほど、強き光の術で守られているようだ。だがほらこの通り、光の者の肉体を利用すれば侵入はたやすいということだ。その声、ヘルムード。そうか、あいつを闇に染めた目的はこれだったのか。すべては我が計画のうち、貴様が一族の力を継承してしまっていたのはわずかながら誤算であったが、それも貴様をこの場で始末し、光の腕輪を手に入れさえすれば同じこと。我が計画に何ら狂いはないのだ。そういうわけだ。貴様には消えてもらうとしよう。大事なものに打たれる絶望を味わいながら果てるがいい。戦うしかないのか。今こそ授かりし力を使うとき、その一撃に光をまとわせ
闇に囚われし光の子を解き放つのだ。助けてみせる。必ず